あ、ソフト、スケモンさんバラ。ありがとう。スワッチャさん、どうぞのかき氷ありがとう、6個も。ともっちたん、メロン氷、ありがとう。わー、待ってよ、ゆっくり読んでいくよ。ヒラリハトさん、ありがとう。スラスヤカさん、ありがとう。ソフト。と、氷と。カメさん、ボアイス、ありがとう。ヒロチさん、ソフト。ありがとう。あー、コウさん、ありがとう。ガトーショコラさん、ありがとう。あー、終えない、終えない。スプマンテさん、ありがとう。グックさん、ありがとう。ちょっと待って、どん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 表示されなくなってく。こんばんは。あ、ありがとうございます。皆さん、トールさん、カッパイさん、ありがとう。もう誰がちょっと隠れタワーの人は自己申告でお願いね。アチシさん、ソフト、ありがとう、ありがとうございます。おはぎさん、ソフト、ありがとう。あちぃ、カズノシンさん、アイス、あっちゃさん、ソフト、ありがとう。ノフェリアさん、ソフト、ありがとう。みんないっぱいアイスありがとう。でもパセは現実世界でもう今日アイス3個も食べちゃったから、レッスン終わってからのこの短時間で、この30分ぐらいの間に3個も食べてるから、ごめんね。ありがとう、本当にすいません。あ、明石の金爺さん、ソフト。陣内さん、ソフト。ピーターさん、ソフト、ありがとう。 NRR0022 さん、ミックスソフト、ありがとう、ありがとう。あ、昨日誕生日だったの、おめでとう。お勉強頑張ってね、偉いよ本当に。お勉強大変なことたくさんだと思うけど、パセのこと好きでいてくれてありがとう。ずっとこんばんは。忘れっぱいマッチさん、ソフト、ありがとう。お誕生日昨日だったのか。またパセに一切近づけましたな。でパセがまた迎えたら離れちゃうけど、イエーイ、近づいた。パー、ちょっとパセちゃんレッスン終わりだから本当にもう申し訳ないよ、みんなボサボサで。ノギンさん、緑アイスありがとう。クロさん、お疲れ、ありがとう。タワの売れ過去、カカジヤさん、頭がぼーっとしております。夏バテ、なんか今日朝からずっと頭がボケボケしてます。しんいちさん、カップアイス。クロさん、ボアイス、ありがとう、ありがとう。TNGA さん、ソフト。とメロンかき氷、ありがとう、ありがとう。みんなたくさんありがとうございます。翼だよーさん、ソフト、ありがとうよー。タワシュンさん、アイス。テトリスさん、メロン、メロンかき氷、ありがとう。返信とかパセリなのに読んでくれてありがとう。いや、こちらこそ忙しいのに送ってくれてありがとうだよ。全然ね、ゆっくりなってからでも大丈夫だからね。ちゃんとちゃんと覚えてるから大丈夫だよ。もうね、お勉強大変だから、こちらこそメールとか見てくれてありがとうございます、ね、頑張ってね。夏バテに気をつけるんだよ。パセちゃんも夏バテしちゃいました。
カイホエールさん、ボーアイス、カズノシンさん、ボーアイスありがとう。シーチさん、ミックスソフトありがとう。みんなアイスをありがとう。そろそろ仕事に呼ばれそう。待て、お礼書いてるよ今。待て、仕事に呼ばれないで、仕事の人。待て、もし間に合わなかったらまた明日の配信とかで見せるけど、今頑張って急ぐ。待ってね。よし、おすすめアイスのコーナー、何にしようかな。よし、今日のラッキーアイスのコーナーです。今日のコカジオさんのラッキーアイスはこちら、こちら、バン。今日のラッキーアイスはブラックサンダー。タワーありがとう。今日もお仕事遅くまでお疲れ様です。お仕事終わったらアイスタイムしてね。あ、今日はガツンとみかん食べてよ。真逆じゃん、ガツンとみかんの対局にいる。ブラックサンダーも好きでいてあげてください。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。間に合ったかな、ちゃんとお仕事呼ばれなかった。かわちゃんソフト、おみかんさんミックスソフト、カードレさんミックスソフト、まこばやさんソフトとミックス、ともっちさんアイス、 NRR00223 さんミックス、ともっちさん氷10個、ともっちさんメロン氷、さわっちょさんカップアイス、アンバーさんソフト、いっちゃんミックス、アンバさんソフト、あ、読んだこれみきちゃんソフトありがとう、かずのしんさんミックスありがとう、ありがとうございます。あ、そう、ソルハさんの生誕祭私出るからみんな来てね、来てくださいね。ソルハさんファンの方がたくさんあるといいなと思ったけど、違った、ソラハさん怒ってるんだった。みんながいけないって言うから、ソラハさんファンみんなボンバイでいけないって言うから怒ってるんだった。そういえば悲しんでたんだった。お盆前でもあんま忙しくないよってお仕事の方はぜひぜひぜひ。スレっぽいもっちさんボーアイス10個、ともっちさんカップアイス10個ありがとう、もののぶさんソフト、わわわさんボーアイスありがとう、しーちさんミックスありがとう、ちゃんれなミックスソフトクリームありがとうございます。8月9日行ってますか。8月9日さあお祝いしないの、みんなで。お仕事戻ります、頑張ってね、ありがとうね、タワーファイト、頑張ってください。クロさんかき氷どうぞ、ありがとう。わー、ティフ終わってから、でもティフは6日だから全然7、8あるから大丈夫。チャンレナソフトクリームありがとう、 NRR00223 さんボーアイス、栃木のスーさんボーアイス、カズノシンさんボーアイスありがとう、陣内さんミックスソフトありがとう。もちろん仕事だよね、
だよね。8月9日ソルハさんの生誕の日ですよ。飛行機も混んでる。わあ、そっか、そうだよね。新幹線も飛行機ももう夏休みだしね。そうか。リフトサマステに全てをかける。会おうね、よろしく。同じ週だよね、6日と13だから日とと同じ週だね。持ち肌さん、ソフト、コナンさん、ミックスソフトありがとう。春坊さん、ソフト。渡るさん、ソフト。翔さん、ソフト。ソフト、なんかソフトって優しい。ソフト、ソフトって感じ。肩こり、僕恋ですね。やばい、2021年を生きてる人がいる。2021年の人ですか。2022年か。2022年の春を生きてます。もしかして今の世界線ね、僕声終わってるんですよ。びっくりすると思うんだけど、なんとね、あんなに瀬戸りが楽しい僕声が終わって、今は花垂れというものをやっております。芋けんぴさん、ソフトありがとう。アダムダンさん、ソフト。しんいちさん、ソフトありがとう。明日ソフトボールです。ああ、熱中症気をつけて頑張ってね。ファイトだよ。アイスもお食べなさい。ティフサマステいきます。お、よろしくお願いします。よろしく。まっちゃんです。ソフトミックスのやつ。忘れっぱいもちさん、ミックス。カズノシンさん、ミックス。シーチさん、カップアイス。イモケンピさんもカップとミックスとありがとう。私も僕恋好き。僕恋、そうよ、二十歳だから。え、お見送りで、お見送りでみんなで乾杯すんの。みんな乾杯乾杯乾杯。楽しそう、楽しそうすぎる。いいね、楽しいね。もう出来上がってる人いそう、酔っ払って待ってる間に。とっちゃん、ソフトクリームありがとう。ソルハさんはでも初めてのアルコールは家族とらしいから、パセのターンはいつ来るかわからんね。やばくない？14歳で加入したくが20歳よ。ひょいー、ココアさんとかもっとでしょ。やばいね。ココアさんも今年20歳よ。恐ろしいね。すごいよね。バブちゃんたちがどんどん成長して、もうアリちゃんさんとか成人するのもうすぐよね。来年再来年とかじゃないの。怖っ。ももちゃんとかもうでしょ。え、やば、ももちゃん来年じゃん。ほいー、もうサコも近いよ。もう3年後とかじゃないの。恐ろしい。こんばんは。いや、うん、うなも成人。アンバさん、ソフトありがとう。早いね。カズキさん、ソフトありがとう。ダースーさん、ソフトありがとう。ソフトソフトみんな提供ありがとう。ソフトの提供、美味しく全部食べたいと思います。今日食べたアイスクリームを発表します。ジャイアントコーン赤、チョコモナカジャンボ、セブンのワッフルコーンのミルクのやつ、はい、パセリの上半期好きなアイストップ3でした。今日のアイス、レッスン終わりのアイスは3個でした。恐ろしいです。アンバさん、巨大スペシャル特盛りパフェタワーありがとうございます。ゴンベイさん、ボーアイス。ユキさん、カップアイス。マンテさん、ミックスありがとう。タワーだ、びっくり。みんなパセにさ投資してくれてるの。パセリのお腹の
ためにやってくれてる、もしかして。みんなが美味しいアイスを食べてよね、ちゃんと食べてよ、ほんと。みんな自分の分確保してるか、ちゃんと大丈夫。パスはもう今日3個食べてるからね。マックフルーリー美味しかった。お、私のおすすめアイスじゃないですか。見たよツイッター、パセリは飲んでみましたよ。ありがとう、食べてくれ、仲間が増えた。アミカンさんミックス、シーチさんカップアイス、ありがとう。アイス投資、わあ、ありがとうございます。ゴンベンさんボーアイスありがとう。読んだかね、これ。読んでない気がする。わわわさんもありがとう。トモッチタカップアイスありがとう。今日は投資で損失出しました。私も今日はキャンセル料で損失出しました。本当にショックです。昼配信でも話したけどマジでショック。それのねアドバイスくれてる方いたけど違うんですよ。あのね、みんなさ、なんかアプリ使ったらいいよって言うけど、アプリじゃないんですよ。アプリが使えるとかいうやつじゃないんだよね。でもありがとう、教えてくれて。アプリ使ったら日付を先のやつにしとけば日付変更できるよって言ったけど、違うんよ、それじゃないんですよ。違うんだ。マコバヤさんボーアイスありがとう。さとこさんメロン氷ありがとう。ぼんやりさんソフトありがとう。そうじゃないの、ネットからしか申し込めないやつなのよ、私が利用しているのね。あ、そう、旅行代理店が出してるやつ。そう、そういうこと。私の言いたいことを代弁してくれた。そうなの、だから違うんですよ。芋けんぴさんボーアイス、風野慎さんミックスソフト、西さん巨大スペシャル爆盛りトロピカルパフェタワー、ありがとう。ありがとう。どんどん名前が長くなって、黄色で書いちゃった、失敗失敗。領収書くれれば経費だと、払ってくれるんですか。やばい、ダメだ、自分のミスは自分で尻拭いをしますよ。ああ、しょぼん。コロコロさんメロン氷ありがとう。タワーありがとう。今日も一日さとこさんソフト、陣内さんボーアイス、うっかりあんこさんお断りです。パセリがこう流れでいいねすると、いいねじゃない、いいよすると思った。サイン4枚来ました。おお、ありがとう、受け取ってくれてありがとうございます。報告もありがとう。忘れっぽいもちさんミックスソフト、 NRR0022 さんソフト、あっちゃさんメロン氷、さわっちょさんミックスソフトありがとう。ねえ、今日暑い暑いよ本当に。なんか今日ずっと体が重たいです。
ツバテちゃん、おすすめアイスは何でしょうかな。はい、アンバさん、タワーありがとうございます。ベニーモかな全然関係ないこと書いて。今日も一日お疲れ様、ノルマのアイス3個達成できたかな。この夏も STU48 重して乗り越えていこうね。おすすめアイスはモーモーです。アンバさんありがとうございます。モー食べてください。モーありがとう。頑張った。芋けんぴさん、カップアイスありがとう。クロさん、タコありがとう。もう大好き私。続いていっちゃいますよ。祖父、一回だけ食べたことある祖父。あんま売ってなくないですか祖父。広島だけかな、最近も見ない。絶滅危惧種。伊豆急さん、メロン氷、丸友ちゃんソフト、おみかんさんミックスソフト、しんいちさんお断り、あっちゃさんお断り。断る、ありがとう。こんばんは。昼配信からおすすめアイスまだ一人でもかぶっていません。アイス、おすすめアイスどうしようかな。ルースさんソフトありがとう。メロン氷もありがとう。メタボさんハート100個ありがとう。クロさんラブレターありがとう。マコバヤさんカップアイスとメロン氷ありがとう。何にしようかな、おすすめアイス。パおすすめ、今日のラッキーアイス決定いたしました。パンパパパン。はい、西さんタワーありがとうございます。 STU のイベントで盛り上がった後はアイスでエネルギーチャージ完了してね。おすすめアイスはザ・クレープです。クレープ、これ森永おすすめです。ありがとうございます。お達成した、わーいわーい。最速ですか、2年連続最速もしかして。やったーやったーやったー、嬉しい、ありがとうございます。申し訳ない、ほんとみんな早い。ちょっとお礼書くね。やったー、これでアイス1年分、アイス1年分が来るって話ですよね。違いました。そうだよね。そうだったよね。違った？
違うんですか。ねえ、嘘じゃん。勘違いしてたかも。冷凍庫入らない。確かに本当だわ。困ったそれは。じゃあ冷凍庫が置ける、1年分のアイスが入る冷凍庫が置ける土地ももらえるって話なんですか、もしかして。ダンディ親父さん、ソフト。黒さん、いいね、ありがとう。ビルーさん、ソフト。ジロ君、ソフト、ありがとう。ヒロさん、メロン氷。ルースさん、ありがとう。カズノシンさん、ありがとう。イーロアイスさん、カップアイス、ありがとう。一生分のアイスがもらえるの、そりゃ楽しみだ。だいぶお金が浮きますわ、そりゃ一生分のアイスがもらえるなんて最高だね。一生分ってやばいね。で、老後まででしょ、寿命が来る前ってことでしょ。うわー、知覚過敏やばそう。マコバヤさん、ミックスソフト、ありがとう。やったー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 、じゃーん、ありがとうございます。達成ナンバーワン、イエーイ、嬉しすぎる。ありがとう、2年連続。お久しぶりだ、やっほー、お久しぶり。じゃじゃーん、2年連続フォーティアトグループ最速達成、イエイイエイ、やったやったやった、嬉しいです。ハッピーハッピー。めっちゃパフェあるじゃん、あげないよ、譲らないから。これ持ってかないでくださいね、募集しないでよね。イエーイイエー、唇にじんでる、どこどこだどこだ、ここチョコかもしれん、チョコ説ある。アイスを食べた。トシヤさん、バラ、シイチさん、ミックスソフト、ジンダイさん、パチパチ。カメさん、ハズレ猫ちゃん、ハズレちゃった、ハズレてしまった。バーン、このパフェをさ、え、このパフェのポッキー欲しいんですか？じゃあトッポと交換してください。いい色アイスさん、カップアイスたくさんありがとうございます、ありがとう。こんばんは、ありがとう。イエイイエイ、ハッピージャムジャム。今日はいい気持ちで眠れそう。この気持ちのまま明日は岐阜県へ向かいます。あ、当たりが出た、見た、みんな今当たったよ。よしひろさん、当たり猫ちゃん、おめでとう、当たりでした。ともっちさん、いちご氷、ありがとう。 NRR0022 さん、いちごかき氷、クイーンはね誰かに譲るね。そしたら最速達成の、称号を2年連続いただきましたので、私は勝手にやったぜ、嬉しいね。金色の信長がいるの、岐阜に、どこにいるの。天下統一、頑張ってくるわ。岐阜タンメン、知らん、初めて聞いたかも。どんなやつですか、辛い、
え、でも絶対明日そんな食べる時間ないじゃんね。食べたいな。石広さん、ボアイスありがとう。駅前にいんの？え、岡山駅の桃太郎みたいなことですか？あのこういう桃太郎いるじゃん、岡山駅。ああいうやつ？飛騨牛？飛騨牛ってすごいいいお肉じゃないの？食べれるの？みんなが？みんなが持ってきてくれる？もしかして？やったぜ、やったぜ。関ヶ原と岐阜駅は遠い。あ、遠いの？通らないの？ピン。そうなの。ピン。じゃあ見れないそうです、金色の信長は。そう、明日は関ヶ原に行くのです。明日は戦いがあって、明日は歌姫合戦なんです。明日ね、何かな、ご飯。この前は焼き鳥丼みたいなやつだった、美味しかった。安部さん、ソフトありがとう。ヒバゴン、何そのカビゴンみたいな。カビゴン、なんかさ、マツコデラックスさんとコラボしてる今。ツイッターでなんかチラッと流れてきて、あれは何ですか？なんかのメーカーかなんかのやつ。カビゴンとマツコさんが寝っ転がってるやつ、あれ何？ヤスベさん、ミックスソフトありがとう。え、明日も暑そうよ。今日も暑かった。もう今頭結構ぼーっとしてます、のぼせてる感じ、寝っ転がりたい感じ。あ、踊ったからね。こんばんは。いや、テクちゃん、ソフトありがとう。譲ってくれるの、アイスありがとう。旅行好きとしては関ヶ原行きたいけど神戸が控えてるから。じゃあ神戸で、神戸空港のさ、ブロッコリーオブジェ代わりに見てほしいんだけど、託してもいいかい？エイトウエストさん、ハートありがとう。あ、そう、新幹線の新しいチャイムね、今日ツイッターで見たよ。公式さんが上げてんの見た見た見た。新地さん、回復薬ありがとう。ゲロ温泉、温泉とか入って帰ってきたい。なんかさ、遠征の時とか日帰りの日ってさ、汗だくで帰ってくるじゃん、東京とかのフェスとか。だから温泉とかに一旦寄って汗を流してから帰ってきたいね。あ、生写真届いた、よかった。こちらこそありがとう、ありがとうね。テクちゃん、レインボースターありがとう。こんばんは。え、神戸空港のさ、ブロッコリーオブジェは多分屋上かなんかのああいう野外のとこにあるんですよね、確か。で、そのブロッコリーオブジェを作った方のツイッターがめっちゃ面白いの。私がしょっちゅう覗くからさ、出てくるにおすすめツイートにいっぱい、すごいね、面白いの。見て見て、パーちゃん、メンバーと温泉ちょっと厳しいかも。もうシッてやるから、タオルって。もうね、タオルのプロよ私。お風呂の湯船から上がる瞬間にタオルを、湯船にさタオルつけれないからさ、だから出る瞬間シッてやるプロだから、よろしく。イモケンピさん、ミックスソフトありがとう。サインのメッセージ見て元気出た、本当？よかった、そりゃありがとう。パッ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 。マツコさんとカビゴンのコラボは
ポケモンスリープ、あれか、寝る時間のやつか、8時間以上寝なきゃいけないみたいなやつか。そうか、確かに夏の温泉暑いよね、上がった後ねまた汗かくもんね。確かに確かに、わかる。ドライヤーが暑い、お風呂とか入った後。飛騨牛、飛騨牛、飛騨牛、パセリ、パセリのパセリ、洗濯板かな、羽子板かな。すごいね、ポケモンスリープ、うわーいいね。もっと早く出てほしかった。私がさ、引きこもってた時代にあったらね、よかったのに。ポケモンスリープ罪悪感なかったわ。そしたら引きこもる罪悪感なく、ポケモングッズをたくさん、アイテムを集めて無敵だったな。飛騨牛、飛騨牛、飛騨牛はどれくらいの価格ですか。結構アイス何個分ぐらい。やばい、結構だいぶすごい激ヤバ。クアドリサ、ダルマとハートありがとう。わーいわーい。あ、そう、サーティアもポケモンコラボね。スプラトゥーンやってるよね今は。明日からポケモンなのか。何味がある？今最近いけてない、サーティーは。割とやばい、割とやばいのか、割とやばいという言葉で相当やばいのが伝わりました。飛騨牛の価格、そう、サーティーはね結構コラボ多いんですよ。意外にリーズナブル。ほう、食べる時間絶対ないじゃんね。さあ、サーティワン、ポケモン検索。クロさん、レインボースターありがとう。ポケナッツ、あ、本当だ。え、今日から、え、今日からなの。ポケモン今日から8月31まで言ってる。ポケモンフレーバー、ピカチュウとニャオハのパチパチアイス、パイン風味でピカチュウ、青リンゴでニャオハをイメージ、爽やかな2色のソルベにポップロックキャンディーが弾けて楽しさいっぱい、ニュー新作フレーバーって言ってます。ニューだそうです。のりともさん、ソフトありがとう。かっこいい、すごい。イーブイのモフアマアイス、カスタードとシュー生地風味フレーバーにチョコビッツ&リボンのエクレア下で思わず V サインしたくなる美味しさだって。わ、アーノの好きなクワッスいるじゃん。クワッス、ランダムで1本スプーンがついてくるのって。ニャオハかホゲータかクワッスのスプーンがついてくるんだって。ランダムで1個、ランダムだってよみんな。あ、ステッカーは20種類ある。クワッスはアーナの推しメンよ、知ってますか。ニャオハ、ホゲータ、ピカチュウ、クワッス、ハピモッチ、パピモッチ、え、かわいい、ミニーブ、パモ、魔法イップ、リザードン、リザードンわかる。結構古参じゃない？結構初期からいるよねリザードン。ウパー、イワンコ、ポニータ、イーブイ、メタモン、モルペコ、ゲンガー、ワンパチ、ペロッパフ、バニプッチ、カビゴン。パセリはパチリスかな、いないわ、選抜落ちしてる、悲し
悲しみだ。アイスケーキも出るポケモンの、かわいい。サワッチョさんカップアイス、ビールアイスさんカップアイス、ジロ君ミックスソフト、あれこれは読んだかもしれん、ありがとう、ありがとうございます。いいね、エステュートもコラボしてくれんかいね、羨ましいぜ。ココナッツグローブ、気になる。ココナッツグローブ気になるよ、味いいね。コラボ熱い、整体に行きたい、体がバキバキだ今、困ったね。美味しそう、パチリス。確かに電気ポケモン、そうだよね、電気はピカチュウがいるから。そっか、わー、こんばんは皆さん、本日も見に来てくれてありがとう。パスリータはとっても嬉しいです。生体女にたくさん食べてもらう、生体女はもう生体に行かせてください、行かせてあげてください。背中に乗って踏んであげましょうか。大丈夫、加減してくれ、ちゃんとバキバキバキみたいな音しないですか、大丈夫。それだったらお願いしたいけど。しんいちさんハート、クロさんカップアイス、しゅうさんだるま、ありがとう。サトシ、ポケモンマスターのサトシ、サトシね、何してんだろうね今、今頃きっとラムリンと一緒に暮らしていると思うわ。ボールがもらえるね、なんかいろいろさ特典が多かった、めっちゃいいよね特典系。逆に踏んでください。ド M こんばんは、こんばんは、こんばんド M。 サトシなんだろうね、何してんだろうね、あれかな、もう何十年と働いてるからきっといっぱいね消化しなきゃいけないんじゃない、休みをあるじゃんそういうの、辞めるときにさ、辞めるタイミングでいっぱい有給消化みたいなやつあるじゃん、それじゃない今もしかしたら。31、なんかさ好きなところで働きたいじゃないですか、そういうアイスとか食べ物、好きな食べ物の場所でバイトとかしたら嫌いになったりしないか不安になる。この前ね闇バイトのさお仕事の時に一緒に行ってくださってたマネージャーさんに、学生の頃どんなアルバイトだったんですかって言ったら、結構なんかねいろいろ飲食系が多かったんですよ、飲食系とか多かったから、なんか食べ過ぎて嫌いになったりしないんですかって言ったら、全然なったことないって言ってて、言ってた。でもまかないとかがもらえるって言ってた、いいよね。そうギャップとかありそうじゃんね。このアイス実はめっちゃ砂糖入っててわーみたいな、作ってる時にわーみたいなとかありそうじゃん。例えばとんかつがすっごい好きでとんかつ屋さん入ったけど、あーって常に油の揚げてる匂いとか嗅ぐからプライベートではあんまり食べなくなっちゃったよとかありそうかなと思ってね。えまかないとかいいよね、太る自信しかないけど。いやアイドルになったらギャップしかないよ、だってもうさアイドルは表でキラキラしてるけど
ちゃんとレッスンとかでいっぱい汗かいて、それだけ頑張ったからステージでニコニコして踊れるんだなっていうのが自分がなってから分かった。メイキング映像とかさ、ドキュメンタリー映画で見る裏側ってなんかさ、結構過呼吸になってたりとかするじゃないですか。そういうのを見るとさ、やっぱさ、表で輝くためにはいろいろ人それぞれ悩みがあるんだなってあるじゃん。でもさ、アイドルとかドキュメンタリーあるけど、飲食店とかのアルバイトはないじゃん、ドキュメンタリーだから。どんな感じなのか分かんないよ、裏側ね。気になっちゃう。のぎんさん、ミックスソフトありがとう。アイドルってすごいよな。ケーキ屋でバイトしてたけどケーキ好きなままです。おお、めっちゃいい。ケーキ屋もいいね、幸せそう。NRR00223、 かき氷どうぞ、ありがとう、もらいます。しんいちさん、カップアイス。イーロアイスさん、カップアイスたくさんありがとうございます。しんいちさん、ハートありがとう。カズノシンさん、ミックスソフトありがとう。まかないでちゃんぽんばかり食べてた。めっちゃいいじゃん。餃子はなかった？あ、声、体がバキバキすぎる。まさきさん、ソフトありがとう。ソラハさんの好きなケーキ、カステラリサーチ済みだよ、カステラ。でも生クリームがあまり好きじゃないんですよ、ソラハさん。カスタードが好きなんだよね。でもないじゃん、ケーキ屋さんにカスタードのケーキって。だから多分ケーキは、しかもめっちゃダイエット頑張ってるから今、だから多分ケーキあげても半分こって言われると思う。ショートケーキにしても絶対半分こさせられるのでなんかカステラがいいかなと。タンプレのケーキはカステラにろうそく刺す。うん、どうしましょうかね。カスタードのケーキあんの？マジ？なんてやつ？ちょっと調べたら出てくるからちょっと調べてみるわ。ちょっと待ってよ。定番ケーキ、うん、あ、バスク風チーズケーキ美味しそう。多分これ好きだと思う。これにしようかな。何あげようか。カステラ、チョコラブさん、メロン氷ありがとう。イーアイスさん、カップアイス。チョコラブさん、ソフトありがとう、ありがとう。うん、季節限定ケーキ載ってないわ。アニバーサリー載ってないよ。生ドーナッツ、ひょいー。カスタードの作り方ちゃんと調べたんですよ、私 YouTube で。でもカスタードって小麦粉とか結構使うじゃん、材料いろいろ。わあ大変だと思って。スーパーとかでさ、お手軽に買えるスイーツってやっぱすごいんだなと思った。作ろうと思ったら材料費がもうかかって大変だって。ニューヨーク堂のカステラアイス、え、大好き。あれ美味しいね、ザラメザクザクで。ゆうぴょん、ミックスソフトありがとう。いちごのかき氷も
可愛いもありがとう。ひょえー、こんばんは。いや、そう、グルテンフリーのカスタードあった、片栗粉で作れるって書いてた。でもそれさ、失敗したらもう大変と思って、やっぱ買うのが一番いいよなと思ってね。陣内さん、メロンゴリー、イーライスさん、カップアイスありがとう。これカップアイスさ、絶対もうタワー分ぐらい来てる気がするんだけど、どう思う？みんな、うん、100個分ぐらい来てそう。来てない。こんばんは、どうも。カモメ市場にカスタードスイーツの店がある。知らない。あ、知ってるかも、知ってる気がする、わかるかも。アンバーさん、ソフトありがとうね、いっぱいくださってるよね、カップですね。誰か飾ってる人いないの？みゆちゃん、ソフトありがとう。そうなんですよ、20万ポイント達成したの、やったぜ。バーン、昨日はのんきにラブ&ビリーのゲームしてた人とは思えません。ありがとうございます。ルルンルルンルルルン、萩の月、カスタード美味しいよね。みんな、あ、そう、パゼはあのソラさんのお誕生日を盛大に祝う準備をしてるんですけど、バルーンをね注文したやつが今日届いたんですよ。でこの前を本人に言おうと思って、あの鍵を持ってればさ、家族とかならさ家に風船飾り付けたりできるじゃん。でも私合鍵とかもないしさ、当たり前だけど不法侵入もできないわけですよ。で誕生日の日は一緒に公園出るわけじゃないですか。だからどうやって飾ったらいいんだろうと思って昨日言ってみたんよ。ちょっと肺活量を鍛えたいんだけどどうしたらいいかなみたいな言ったら、肺活量どうしたん、誕生日にめっちゃあのロングボイス、なんかすごい長い呼吸を使って歌ってくれるのって言われて聞かれてね、いや違うって言って、そう、盛大に祝ってほしいと、風船とかで飾り付けをしてほしいと本人から要望がありましたので、ね、人生で一回しかないのでね、二十歳は、いやどの年もそうだけど。あっちゃさん、ボーアイスありがとう。いやでも本人にもう風船って言った、バルーンだよって言ったから、不法侵入してもいいか聞いたけどさ、不法侵入絶対ダメじゃないですか。しんいちさん、誰もありがとう。ポンプもね、去年買ったの、去年も、去年のさ見たことある人いるかな、去年はハート型の白い風船を作りたくて買ったんですよ、ネットで。でポンプも買ったので、それを持って8月9日の日付変わった瞬間に沖さんと一緒にソラハさん家に行ってピンポーンってして、タンプレですって渡したので、風船が猫みたいな形になってうまくハートに膨らまなくって、そう、それをしかも沖さんが渡したんですよ、私が持ってきたやつを。したらソラハさんが配信でなんかもらったみたいな、ゆうかちゃんにもらったみたいに紹介しててさ、なんか何かよくわからない風船として紹介されててさ、で私はハート型の風船というものを注文してハートになると思って膨らませたけど無理だったんですよ。だから今年も一応バルーンは買ったけど、うまくそれが膨らむっていう
保証はないので、うん、それが怖い。でも今膨らませたら誕生日までにしぼむからさ、どうにもできなくて困ってます。どうしたらいいんでしょうか。困った困った。いっぱい買った。楽しみ。みんなで祝う。こんばんは。みんな誕生日とかさ、そういうのしたことある？バルーンとか、もししたことある人がいたら教えてください。いや、足踏みのポンプ、あれ、あのプールとか膨らませるやつ。パセリにご招待。え、パセリんちさ、エアコンつけないから来たくないって言うんですパセリんち暑いから嫌だって言うんです。扇風機じゃ生きていけないそうです、ね、悲しい。前はね、来てくれてたんだけど、私がエアコンとかつけないタイプって知ってから来なくなっちゃった。悲しい。誕生日プレゼントエアコンつけてあげるの、いいねそれ。特別だよって。なんかエアコンはさ、つけたり消したりしない方がいいって言うじゃん。そういう記事をこの前も見たんよ。1ヶ月間あの外出するときも消さずにずっとつけっぱなしだったら電気代はどうなるかみたいなやつ見たんですよ。で、電気代が上がるタイミングっていうのが、外の気温と部屋の気温をその違うくするときの温度差で電気代ってかかるらしくて、そこが一番エアコンが頑張らなきゃいけないから。だからずっと稼働しとけばずっと温度一定だからそんなにお金かからないらしく。でもさ、怖いじゃないですか。そうは言っても実際に自分家でさ1ヶ月間つけっぱなしって。だからやったことないけど、やったことありますか、みんな。あ、そう、自転車みたいな感じよね。そう、うん、走り込みもう最初の加速が大事みたいな、そんな感じよ。寝るとき、寝るときはあの空を飛んで寝てるから寒いです。寒いよ。布団の取り合いしてる。寝てる間寒いなと思って起きたら私布団かぶってないとかある。タオルケットかぶってないからちょっと毛布を持参しなければいけません。クーラさん、ありがとう。そう、怖いよね、つけっぱなしで言うの。でも帰ってきて部屋が涼しいと絶対に心も体も元気になると思うんです。どうですか皆さん、討論しましょう。エアコンをつけとくか消すかについて。皆さんで、もし私と皆さんが今後何かあって一緒に暮らすことになりました、どっち派にしますか。意見合わせなきゃ。私がつけっぱなしにしたいけどみんなが消したいってなったら、つけたり消したりでお金かかっちゃうからちょっと決めとこうや。いい色アイスさん、カッパイさん、ありがとう。どうですか、うん、どっちがいいですか。ももじさん、メロン氷ありがとう。パセに合わせてくれるの。じゃあ扇風機ね扇風機でもいいですか。ダメですか。パセリで従ってくれるの。みんな自我はないの？どうして。みんなは日頃自我を出しちゃいけないような環境にいるとかじゃない？心配になっちゃった。そんなにパセリにいつも配信とかの時間もパセリの都合でいいよとか何でも優しくしてくれるから心配になってきた。みんなは自分の意見を言えたりしますか大丈夫。へへ、適応能力高めじゃんみんな。何にでも合わせられるってこと。
へえ。やばすぎる。多分合わせられないと思う、だってみんな。ほら、合わせられないよね。そうだよ。心配だよ私は。みんな日頃から会社とかでも自分の意見があっても、あ、大丈夫です、その意見でいいと思いますみたいな、私の学生時代みたいな生き方をしていませんか。大丈夫ですか。ひんやりお布団と小割り枕、わあ最高。でも一応私の家さ、 N クール買ったんよ今年の夏。 N クールのさ、真ん中の3つあって、種類が一番涼しいのと中くらいと、もう一個下のがあって、真ん中にしたんですけど、まだ全然使えてないですね。 N クール。仕事で 2,3 日家を留守にして帰ってきたらエアコンつけっぱなしだった、キャーン。でも 2,3 日でよかったですね。1週間とかだったら大変、大変だ。そう、 N クール、しかもリバーシブルらしくて、これ反対も使えるから最高。設定を上げてつけておくのいいかも。確かにそうだよね、設定温度にもよるよね。そうか、何度がいいのみんなは。ほら意見を聞かせて、みんなの意見を、パセリに意見を教えてよ。ふん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 。20何度なのみんなの部屋は。28? 分かった。いいよ。27? じゃあ 27.5 ね。ありがとうって。靴のサイズみたい。24?23?25?じゃあ足のサイズは、足のサイズは何センチなんですか。はい、どうぞ。こんばんは。足のサイズ同じくらいでしょ、多分。29? すごっ。26.5。うわ、パセリとお揃いの人まだいないよ。28、27、24.5? 仲間パワー24から 24.5 の間を行ったり来たり。靴によりけりね、物によるよね、やっぱそうだよね。足のサイズも合わせますみんな、みんなの多分正解のコメントはこれだったかもしれません。足のサイズも合わせてくれるそうです、私に。もう最大級のドエブちゃんだった。足のサイズ合わせてくれるそうです、ありがたい。でも足のサイズ一緒でも何にもならない、靴がシェアできるぐらいだ。43?バカデカサイズじゃん。フランスなの？フランスは違うの？あ、ある、そういうやつある。なんかさ、ネットでさ靴買うときに違うのあるよね。あるわ。ソラハさん配信終わったん？ LINE が来た。終わったのか。見てる、見てくれん。ちょっと今さ配信してて返事できないから、口頭で返事してもいいですか。よければ、もし見ていてよければイエス、見ていなければノーとコメントしてください。どうぞ。見てる前提で聞いてるけど、
おらん気がするな。パス今配信してるから LINE の返事できないだよね。アンケート取るの？ソラハさんがいるかいないかのアンケート。いたら1、いなかったら2。え、アンケートするの？じゃあアンケート取ろうか。わかった。じゃあソラハさんがいるよって人は1、いないよって人は2をお願いします。はい、どうぞどうぞ。え、世界一無駄な時間じゃんこれ。どうぞどうぞ皆さん、アンケート好きな人たちは参加してください。何だこのアンケートは、おもろ。何なんですか一体。おもろすぎるよ。いるかな。それでは締め切りたいと思います。ピピー。ソラハさんがいると思う人 54.1%、 ソラハさんがいないと思う人 45.9% でした。じゃあいるのかな、もしかしたらね、僅差だったけどいるらしいです。正解はいないでしたね。出てこないってことはいないですね。皆さんハズレでした。また挑戦してください。あ、いたー、そうだったそうだった。LINE の返事していいの口頭で。待って、笑いが止まらない。今笑い止まらないからちょっと待って。あ、はい、すいません、笑ってました。ノクさん、そうだった、ありがとう。スーハさん、今スーハさんの誕生日のさ、家にサプライズで飾ろうと思ってるバルーンの話をしてて、みんなでそれをどうやって膨らませるか、どうやってスーハさんにバレずに家に入って飾るかっていう話をしてたよ。どう思う？不法侵入してもいいよって時は1を、ダメだよって時は2を。こういうのあるよね、銀行とかの電話した時にあるよね、住所変更は1をみたいな、その他の手続きは2をみたいなやつあるよね。ソタソタ、誕生日いっぱい祝うからよろしく。急遽もさっき決めようとしたの配信で。暗証番号の後にシャープを押してくださいってあるよね。あと宅急便の再配達とかもそういうのある。え、わかる、選択肢がない時ある。えって、あと間違って最初からまたやり直す時もある。こんばんは、そうたやっほー。いなくなっちゃった。 LINE の返事していいの？わかった、私が喋ったこと全部古虫じゃん。私との会話成立させる気あった？ないよね。早く誕生日来てほしいね、楽しみだね。ああ。待っとかなくていいよ、待っとかなくていいですよ。 LINE の返事、こんばんは。スマホ2個持ってばね、私も口頭でこんなみんなにさ人前でこんな LINE の返事しなくても済むんだけど、ないもんで、この端末でしか配信も LINE もできないもんで、ね、
コウヘイヘイさん、メロン氷ありがとう。ソフトもありがとう。聞いてくれてた、ありがとう。そう、公の場で。お、午後休いいね、午後休優秀じゃん。当たるといいね、公演が。こんばんは。やっほー。もう髪がさ、汗かけばかくほどパヤパヤしちゃう。明日髪の毛どうしましょう。関ヶ原の時、関ヶ原ヘアって何ですか？関ヶ原飛騨牛の髪型ですか？どんな髪をしたらいいと思いますか？ねん、さはちゃん、さはちゃん、私今日アイス3個食べたの後悔し始めたよね。武将の髪型、ちょんまげ、メイクさんできるかな、まげできるかな、きっとしたことないだろうな。牛の尻尾、馬ではなく、ポニーテールではなく、飛騨牛だから。牛の尻尾ってさ、あの細くて毛先だけバッってやつだよね、牛って。そう合ってる。じゃあどうしたらいいんだ。毛先までずっともうなんか頑丈なもので筒に入れて、毛先だけブワッてやる。そしたらそれ牛の尻尾。どうしよう、悩んでる。100回目の訪問イエーイ。いやどうする。ソラハさんの生誕の髪もどうしよう。シナのソラハっぽい髪型、やっぱお花かな、お花か音符かな。ソラハって名前だし。福武さん、ソフト、しんいちさん、レインボースター、いいライスさん、カップアイスありがとう。一応見ドレッドヘア。ドレッドヘアってあれですか？ドレッドヘアってラッパーとかの人がよくやってるやつですか？もしかして超汗染みそう。あれお風呂入るときほどくときもうすごそう。あれ毎日やってるの？それともさ、あれってどうやってやってるんですか、ドレッドヘアとかって。美容院でやってからほどくことはないの？すごい、仕組みを聞かせて。うん、しんいちさん音符ありがとう。パーラッパーパセリハーフアップ。洗えないの？マジ？そりゃしんどいかもね。私汗かきだから大変。私には向いてないかもしれない。汗だく女王だよ私。ラグビー選手が試合中にたまに取れる。取れるの？あれ取れちゃうの？取れることがあるんですか？そうなの。取れるっていうのはどういうふうに取れるの？根元からじゃないでしょ？そのちぎる。はい、恐ろしい。じゃあパセリがそんな髪型して公園出て途中で歌ってる時にちぎれたら、あってなるの？みんな客席で、あパセリの髪ちぎれたってなる。
マジ怖っ。そろそろ配信終わる？別にそんな早起きでもないですけど、全然、うん、そんなに言うって早起きじゃない。この前のあのあれの時、スパークの時全然起きれたし大丈夫だけど、ハンマーではする気でいたけど、12時までする気はないよ。ちなみにすいません、それはちょっとさすがに無理かも。やだ。こんばんは。そう、遠かった。前回乗り換えがいっぱいだった。もののけ姫、今日もののけ姫、パス見たことなかったから録画しとけばよかった。ああ、そうか、金曜ロードショーか。桃の髪型、桃の髪型、こういう感じ、こういう、ここに葉っぱでもつけとく。昨日12時超えても、ね、マイキューさんがツイートしてたよね。ね、すごいよね、時間過ぎても配信できたって。びっくり。もののけ姫、もののけ姫は何？もののけ姫ってさ、あのさ、あれ、ダンゴムシみたいな見た目のやつですか？ねえ、それ？もののけ姫。それですか？違う？オウムみたいなやつ？あれは何？それはナウシカ。わかんない。ナウシカ見たことないよ。わからん。ナウシカ、鹿のお化けと狼のお化けとイノシシのお化けのやつ。ほいほいほい。獅子神様聞いたことある。獅子神様、ジブリはトトロとか千と千尋とか思い出の前にとかは見てたけど、なんかそういう、なんて言うんですか、ハウルの動く人とか見てたけど、そういう、なんて言うの、戦い系っていうの、そういうのは見てないですね。系統があるじゃん、トトロとかさ、千と千尋とかハウルとか、戦うとこもあるけど、どちらかというと暮らし系、あ、ポニョとか、そう、暮らしって感じじゃないですか。そういう暮らし系は見てるかもしれない。そういう、なんかね、なんていうの、そうじゃないやつはまだない。でもきっと見る時が来ると思うんだ。3、耳を澄ませば、カントリーロードですか？たぬき合戦、ポンポコですか？ポンポコ見たことない気がする。あれはあるよ、パンダコパンダはあるよ。それはある。あとは何があるかな、ジブリって何がある。ほか、魔女の宅急便ある。私このパイ嫌いなのよね。でしょ、ニシンのパイね、わかるよ。あとは、あ、猫の恩返しも見たことあるよ。猫が家の前を大名行列して来るやつ、あれ怖いよね。
ラピュタない。でもラピュタわかる。パルス。紅の豚はない。紅の豚は紅の豚じゃねえよな、あの近藤春菜さん、ハリセンボンのツッコミしか見たことない。思い出ポロポロないかも。ゲド戦記ないかも。変な千尋はめっちゃ何回も見てる。怖いけど見ちゃう。怖い、あれホラーだと思ってる追いかけてくるから。顔なしが、顔なしがさ追いかけてきてさ、海に行くとこあるじゃないですか。あそこ怖いです。あそこまで怖いけど、急にさ仲良くなるじゃん。一緒になんか行ってさ、ヘアゴムみたいに作ってさ、急にあそこら辺から好きなシーンですね。で帰ってきたら白の正体が分かって、で豚クイズ始まって、で解放されるじゃないですか。あそこら辺は好きだけどさ、それまでの怖い世界観がね。ハウルの動く城、ハウルの動く城も怖い。でもさ楽しそう。ドアが変わるじゃん。豚クイズあるじゃないですか。この中にお父さんとお母さんいませんみたいなやつ。へえ、すごいよね。え、千と千尋怖くないですか。え、怖いよ。なんかさ、あれなんていうっけ、なんていうっけ、あれなんていうっけ、ねえねえねえ、なんだっけ、あの裏事情じゃなくて、裏組織じゃなくて、なんていうっけ、そういうのあるじゃん。なんていうっけ、ちょっと言葉が出てこないけどあるじゃん。神隠しじゃなくて、それはタイトルだ。ゲネプロ、あ、都市伝説、それ。そう、4文字4文字って思ったらゲネプロって言っちゃった。都市伝説みたいな、そういうの見たら怖くなる。怖くなっちゃって。なんか紙ゴムが光ったとか、引っ越し屋さんのシーンがどうとか、みたいな、あるじゃないですか。ね。あの電車に乗ってるシーン、実は蛍の墓がどうとかみたいなあるじゃないですか。知ってる？都市伝説。そういうのを見てより怖くなっちゃった。そう、考察とか。でも私もね、引っ越しのシーンさ見たことある気がするんですよ。ちょっと口が今日回んなくてごめん。見たことないですか？あの記憶は何だったんだろうってさ思うの。あ、リネタンが好きなツイート界隈見た？あ、見てくれたんですかそう、みんな明るいよね。かしらみたいなやつ、なんとかかしらって、すごい赤とね、青とかのいろんなカラフルな絵文字が使われてる。リネタンの好きなツイート界隈の皆さん、トトロもね、あるよね。そう、千と千尋のさ幻のシーンは私も見た記憶があるんだけど、でもないっていうじゃないですか。みんなは見た記憶ありますか？なんか見た記憶があるっていうと、それはみんなが見たことあるっていうから、そういうふうに脳が勘違いして見たことあるってなってると思うよって言われるけど、私は普通にそれがあると思ってたんですよ。どう？違う？ない？架空？架空の記憶ですか？それは誰か都市伝説なのかな。学童保育にね、千と千尋の分厚い本があって、ジブリの子供向けのやつ、それなのかなって私は思ってるんだけどね。
本にあったのかなって勝手に思ってはいるんだけど、やっぱないのかな、ね、不思議ですね。じゃあそろそろ配信を終わろうかなと思います。ポセリは本日は時間通りに終われそうです。本な気がするんだよね。マークさん、レインボースターありがとう。お、スイパラ2回目ありがとう。スイパラ2回目ほじ茶ラテ飲んでくれたのありがとう。パセちゃんが見たっていうなら見たんだと思いますやばい全校定番だ。そうだよね、パセちゃんが見たっていうから見たんだよきっと。予定通り寝れるかな。寝たいよね。もう今日は爆睡したいです。そんじゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。壇上行きたいと思います。行きます。13位、いもけんぴさん。12位、さわっちょさん。11位、陣内さん。10位、よしひろさん。9位、しゅんさん。8位、あっちゃさん。7位、わわうさん。6位、いい色アイスさん。5位、かずのしんさん。4位、にしさん。3位、こかじやさん。2位、あんばさん。1位、かめさん。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。皆さんまたね、じゃあね、まぶたが明日頑張る、岐阜行ってくるわ。バイバーイ。